藤原寛方は、平安時代中期の貴族、家人。左大臣、藤原諸忠の孫、自重藤原定時の子。家には、聖与にした、左近の絵中将。中古三十六河川の一人。父、定時が創生したため、おじで大納言、藤原成時の養子となる。左近の絵証言を経て、天独四年十五位下に除釈し、 天元三年時中に任ぜられる。その後は、右、兵衛健介、左、近江少将、右、近江中将と武官を歴任する傍らで、天元五年十五以上、栄冠元年生五位下、神奈二年十四位下と順調に昇進する。省略四年十四以上、翌省略五年には、左近江中将に常任され苦行の座を目前にするが、長徳元年正月に、突然、 無津守に左遷される。同年3月から6月にかけて、養父成時をはじめとして、関白の藤原道隆と道金の兄弟、左大臣、源、重信、大納言、藤原智光、大納言、藤原道よりら多数の大官が、薬病の流行等により次々と没するが、養父成時のもが明けた9月に、道の区国に出発した。なお、 不妊の相乗に際して、聖読み下に除せられている。左遷をめぐっては、一条天皇の面前で、藤原皇勢と和歌について、口論になり、怒った実方が皇勢の冠を奪って、投げ捨てるという事件が発生。このために、実方は、天皇の怒りを買い、歌枕を見て参れと左遷を命じられたとする逸話がある。しかし、実方の道の下校に際して天皇から、 多大な選別を受けたことが、当の公論相手の公税の日記、厳記に国名に記されていることから、左遷とは言えないとの説もある。さらにこの逸話では、公論に際して取り乱さず主伝子に冠を拾わせ、ことを荒立てなかった公税が、一条天皇に気に入られて、蔵人頭に抜擢されたとされるが、実際の任官時期は、 同年8月29日と実方の任官と8ヶ月も開きがあり、さらにその任官理由は、源の都市方の推挙ともされることから、逸話と事実に不整語がある。これらのことから、厚生都人の間に、偏境の地で隠しした実方への同情があり、このような説話の形成につながったと考える説がある。根弱物語集にある、陳述府将軍、 平らこれもと藤原諸人との合戦は、実方が、陸守る在任中のこととされる。長徳四年十二月任国で、実方が馬に乗り、笠島道祖神の前を通った時、乗っていた馬が突然倒れ、下敷きになって没した。没時の年齢は四十歳ほどだったという。最終官位は、陸守政四位した。また横浜市と津角にも、伝墓所がある。当時、 打つ守るに期待された職務として、総当の貿易決済で用いる砂金を調達して、中央に献上することであった。砂金の未信問題は980年代には、深刻になっていたが、実方はその職務を全く果たすことなく休止したため、公認の源の三つるさらにその次の立花の道定の責任までが、追及されることになった。最終的に、 観光5年になって、万世が絹によって、実方が残した未新聞を補填することになった。一方、道の区から朝廷を介して決裁用の砂金を受けられなくなった太財府では代金を受けられなくなった、僧の商人らとのトラブル解消に苦慮し、結果的に中央に送るはずであった干物で決裁を行うようになった。藤原近藤、源茂、茂之、 藤原道信等と親しかった。風流祭司としての説話が残り、聖少納言と交際関係があったとも伝えられる。他にも20人以上の女性との交際があったと言われ、源氏物語の主人公、光源氏のモデルの一人とされることもある。周囲和歌集以下の直線和歌集に64種が、日集。歌集に、実方アソンがある。鈴に化身した実方の怨念。 月岡義都氏が中古河川36人伝による藤原さね方阿そに関するカテゴリーありがとうございます。